はい、どうも横浜映画サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はね、基本詰め号ということでね、黒板でこういった問題ね、どうやっていきますかということで、これ編でね、生きる際に非常によく出てくる形になりますから、ぜひともまずこの基本形を覚えてですね、その後にこれを知っていれば解けるよっていうちょっと応用問題もね、出していきたいななんていうふうにもね思っておりますので、まずはこの形からしっかりと見ていきたいと思います。はい、ではまた今日もね、ゆっくりと考えたい方、動画を止めて考えてみてください。はい、ではこの動画では答えの方を見ていきたいと思います。これね、私も最初見た時ね、こんな狭くて生きれるわけないんじゃないかななんていう風にね、よく思ったものです。っていうのもね、広げてもですね、この手がね、一番ね広げてはいるんですけども、これ放り込みからですね、 この5個になると当然五目中手ということで取られてしまうわけですよね。はい、なのでこれは全部黒が取られて失敗ということになります。ですから狭いんでちょっとどうしてもと思うんですけども、ここで初手が、まあ、非常にね覚えておきたい、この羽がある方向に注意するんですね。これどっちに羽があるかで打つ球種は決まるんですけども、羽がある方を曲がると、こう覚えておいてください。羽がある方を曲がる、こっちは羽がから遠いですからね、羽に近い方を曲がるということで覚えておいていただけると、これはまずね、辺の生き形の基本形ということで大事な問題になってまいります。でこれね、証明していきたいと思うんですけども、まずはこんな感じでね、球種に来た際にはですね、それから目いっぱい広げていくんです。こちらから広げていくのが大事です。つないで、それから今度またここに目ができそうですから、白はね置いて取りに来るんですけども、これも分断しまして、つないだ時に外をつないで、この形は何かということなんですけども、これで石なんですね。石で生きているよという形になります。白としてもこれぐるっと囲んだ後に、まあ、こういうとこ打てないんですよ。なんでかというと、曲がった4個は取られると生き形ですもんね。はい、なので白としても上とか下には打てません。で黒も当然なんか自分からこういうとこね打っちゃうと、逆に三目中手3つを取ることになってしまうと、これいつかね当たり当たりってきて三目中手で取ることになりますから、これ三目中手になってしまいます。はい、ということで、まあ、この曲がる手が、まあ、急所に来られても広げれば席で生きるよということになるわけですね。であとは白としてもこの放り込みがね、なかなか手強い手ということになるんですけども、これにうっかり取ってしまうとですね、羽から三目中手とやはり取られてしまいます。ですからこの跳ねられた時が大事で、この時に今度はこちらの急所、要はこことここが見合いになってるんですね。白がこっちに来ればこっち、こちらが来ればこっちという感じでね、こっちこっちということで分かりにくいですけどもね、このようにね見合いの関係になっているわけです。でここで白が置いてきた時に分断して、ここで羽の威力が発揮されるわけです。ここで白さんはつながりたいんですけども、ここに1個いますからボーンと取ることができます。そして3つがあればこれ放り込まれても1眼残りますね。なので真ん中と辺で1、2と2眼の息ということになるわけです。はい、ということでこれまずね、しっかりと押さえたい隅の基本死活ね、曲がり隅に羽、あ、隅関係ないですよ、隅に関係ない、この場合隅なだけでね、羽がある方を曲がるというところが正解ということになってきますね。はい、これちなみに逆を曲がってしまいますと何が違うのか見てみましょう。今度ね、この羽から打たれて、でこうさっき行きましたよね。でその時に置いてきて、でここでこちらつなぐんですけども、今度は羽がありませんからスースースーとつながっちゃうわけです。これはこの3つ取ることできませんね。でもちろん分断しても放り込みから放り込んで、ここに掛け目、これも1個当然取っても掛け目ということで、この黒全部が取られちゃうよということになるわけです。はい、ということでこれでバッチリですね、羽がある方を曲がれば生きるんだという知識をもとに、ここで応用問題出していきたいと思います。では形の方を変えますね。はい、ということで魔法を使って変えました。さあこれね、本来であれば結構難しい問題なんですけども、どうでしょう、今のあなたならできるんじゃないでしょうか。さあこの形、今度は羽がないんですよ。羽がないということはどっちを曲がってもちょっとダメそうだな、なんとか羽を先手で持ってくる技がないかな、なんていうことを考えていくわけですね。はい、ということでぜひともさっきの問題生かしながら、またねゆっくり考えたい方は動画を止めて考えてみてください。はい、では答えの方を見ていきたいと思います。さあこれね、羽がありませんからいきなり曲がってもうまくいかないわけですよね。羽がある方曲がる、でこっちに跳ねた時に当然これ白はこんな風に繋いできてくれれば、もちろんね羽がある方曲がってさっきと同じような形で生きることができます。ですけども当然繋いでくれませんね。これはもう中に取りに来られてしまいますから、この形は、まあ跳ねられてもちょっとね、中手の形になってしまいます。はい、なのでなんとかこっちの羽先手で持ってこれないかなということで、ここでこちらに打つ手が正解ということになるわけですね。さあこれに対して白さんが、まあ、ここね、まあ繋ぐか取るかといったとこじゃないかなと思うんですけども、まあ例えば取ってきたという時にここで逃げるんです。
で、ここで白が例えばこの1、ね、2目を当たりと取りに来ればですね、今度はこれ当たりが効きますから、これは話が早いんですよ。当てて取らせてこんな風にね打てば、この6目は生きですよね。これはもう6個ねこんな風に打ってね、こちら目がしっかりできながら2目作れます。まずこの6目はしっかり生きてるぞということでね、これは知識として身につけておきたいところということですね。はい、でこの時に白がこう打った時、ここで初めて当たりを効かして、あれどうでしょう、これ羽の位置に石が来ましたね、先手でね。なのでこれはどっちを曲がるかというと、羽のある方を曲がるということで、これで生きるんですね。これで放り込んできた時に注意ですけどもね、3つあるからあげたくないぞなんていうことでやってしまうとね、全部取られてしまいますから、これは基本にね最初の1問目しっかりと思い出しましょう。これ3つだからってね欲を出さずにこちらを打てば本体をしっかりと生きることができますね。これで白さんつなげませんから、3つ取るぐらい、こうなれば2眼で生きたということになりますね。はい、ということでね、これがうまいんですよ。ここにつけて、でもちろんつないでくれば、これもわかりやすく当たりで羽が効いたわけですから、また羽が効いたんで曲がれば生きるよということですね。はい、まあこの2目取られちゃうじゃないかなんてね、小さいことは言わずにね、本体が生きれば大丈夫でございますね。はい、ということでこれでね、基本形を覚えるとこうやって応用形がどんどん解けるようになってくるわけですね。それほどね大事なこの羽がある方を曲がるということになるわけです。さあ、そしてもう一問、最後にね確認のために最終問題やっていきたいと思います。さあ、また変えていきますよ。ていということで、またねこれ問題の方を変えていきました。さあ、ここで最終問題、いよいよラスボスの登場ということになります。さあ、このボスを倒すことができるのか。やはり先ほどと基本的には同じ形、なんとか羽を持ってきて曲がりたい、そんな風に考えるわけですね。さあ、ここで最終問題いきます。さあ、ここでまたねゆっくり考えたい方、動画止めて考えてみてください。さあ、では答えの方を見ていきたいと思います。おいおい藤森、これはバカにするなよと、ここねさっきみたいにやればいいんでしょって思った方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、今度はそう甘くないんですね。これもちろんこう打ってくればですね、先ほどと同じですね、こう来て、繋いだら当たりを決めて羽が来たから曲がろうねということでこれ生きれるわけです。もちろんここで何か出てくれば当たりが効くから、また6個で生きでしょうなんていうことで、ついつい同じ筋じゃないかって思っちゃいそうなんですけど、これはねちょっとした引っ掛けなんですね。さあ、ここに打つとね、これ隅なんで、隅特有かもしれませんけど、こっちから当たりすることもできますよね。なのでこうなるとですね、羽とか下がりが効かないんですよ。下がったってね、これもう五目中手にされちゃって、この後なんかこう打ってですね、なんかこう取れそうな感じもあるんですけども、これ放り込んでもですね、取られて、これ当ててもですね、この1目は取れますけど、こっち本体取れませんから、結局欠け目ですよね。なのでここの2の2はこの場合はこっちから当たりをする手があってちょっと良くないよということで、ん？じゃあここに打たれて困るからこちらに打ってみようかなということで、この手が正解になるわけですね。さあ、これがね隅特有な手で、まずねこれ分断をしたい、誘ってるわけです。ここでこちら抑え込みまして、次にこれ2目取れるんですよ。例えばこう跳ねて5目中手にしてくると、こっちの2目が落ちちゃいますね。はい、なので白はこちらを打つよりないかなということになるんですけども、まあこことかね、もうごめんなさい、こっちとかね打つことになるわけですけども、こう打っていけばこれは生きる形になるよということです。はい、ということでここでじゃあ白はしょうがないかとこう打つわけですね。さあ、ここでちょっと羽じゃないんだけど、ここが羽っぽいとこに来たから曲がってたらどうかなということでやってみましょうか。さあ、これが実は正解になるわけですけども、ここで急所に来る手はですね、先ほどの1問目と同じように同様の石の形になります。これは石は生きですから黒が成功ということで、やはりこれ難しいのがこちらから来た時。さあ、ここでどうなるでしょうか。こう目を打ってこのようになって、さあここで渡られてしまった、ダメかとちょっと諦めてしまいそうですが、本当にそうでしょうか。これは面白い筋がありますね。まだね諦めてはいけません。さあ、ここで放り込む。さあ、この相手をね1の1に持ってくる、この相手をこの1の1に持ってくるっていうのは結構ね隅では大事な時がありますね。ダメ詰まりになるんですよ、ここに来るとね。放り込む、そして取らせる、当たりする、それで3つを取られると目ができてしまいますから、つなぎたいですけども、放り込む。さあ、これも取るよりない、そして当たりでつなげませんということですよね。これで取ることができます。はい、ということでこれはね魔法みたいな手順になるわけですけども、これはまあ最後の問題はねおまけみたいなもんで、ちょっとレベルがぐっと上がりますからね、できなくても全く気にしないでください。ただこういう風に
何ですかね、基本の死活を覚えることで応用の問題がぐっと解きやすくなる例がありますよと。実はそういうのばかりなんです。だからいきなり難しい問題に取り組むっていうよりも、まずは基本となるベースの型を覚えることで自然と難しい問題にも応用が効くようになるよっていうね、一例が見せたかっただけですから、まあそのようなつもりでね、最後の問題はできなかったっていう人もね、全然気にしなくていいです。これは非常に難問ですから、はい。ただし、まあ応用はいろんな筋で効くよということでね、知ってもらえれば、いろんな問題を解く際にですね、やっぱり基本しっかりやっとこうなんていうことでね、基本の大事さがね伝わればそれでいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、ということで今日はねまとめて3問ちょっとね、この形ぜひとも覚えてほしいということでやらせていただきました。はい、ということでじゃあ今回は以上といたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですねいろいろな動画を上げております。ぜひともねチャンネル登録していただきますとね、見忘れ防止という意味もあります。チャンネル登録してねベルのボタン、そしてすべてってやるとね、私が動画を上げるたびにですね、お知らせの方が届いて見やすくなります。ですので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。